クラーク軍はアメリカ合衆国アイダホ州に位置する軍である。2000年現在の国勢調査でこの軍の人口は1022人である。この軍の軍長所在地はデュボイスである。クラーク軍は1919 19年2月1日に設立されメディシンロッジクリークの初期開拓者アイダホ州上院議員サム・ケイ・クラークの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると この軍は総面積4572平方キロメートルである。このうち4570平方キロメートルが陸地で2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.03%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口1022人340世帯及び257家族が暮らしている。人口密度は0。 平方キロメートルである。例、平方キロメートルの平均的な密度に521件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人74.17%、アフリカン・アメリカン0.10%、先住民0.98%、アジア0.20%、太平洋諸島系0.10%、その他の人種23.48%。 および、根結0.98%である。ここの人口の34.25%は、ヒスパニック、または、ラテン系である。340世帯のうち 45.、45.00%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、61.80%は、夫婦で生活している。7.10%は、未婚の女性が接待種であり、 24.40%は家族以外の住人と同居している。20.00%は独身の居住者が住んでおり、8.50%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は3.01人であり、家庭の場合は3.52人である。この軍内の住民は35.20%が18歳未満の未成年18歳。 以上24歳以下が8.00%、25歳以上44歳以下が27.50%、45歳以上64歳以下が20.10%、及び65歳以上が9.20%にわたっている。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は110.70人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は112.20人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は31,576米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は31,534米ドルである。男性は23,854米ドルに対して、女性は21,192米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は1141米ドルである。人口の19.90%及び家族の18.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の24.10%及び65歳以上の11.70%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。